新京成線は千葉県松戸市の松戸駅と千葉県奈良市の,市の京成津田沼駅を結ぶ新京成電鉄が経営する鉄道路線である。駅ナンバリングで使われる路線記号は SL。松戸方面駅を上り、京成津田沼方面駅を下りとしている。大地の分水嶺に沿ったルートを取っており、トンネルや水域を渡る橋が一つも存在しない。 すべて6両編成の普通列車で、京成津田沼駅松戸駅間の全線通し、運転を基本とする。朝晩に車両基地のある、くぬぎ山駅発着の列車があり、朝ラッシュ時には新津田沼駅折り返し列車がある。2014年までは8両編成の列車も運行されていたほか、かつてはラッシュ時を中心に、京成津田沼駅鎌ヶ谷大仏駅間や、 新津田沼駅高根高段駅間の区間列車も設定されていた。朝のラッシュ時は、京成津田沼駅から新津田沼駅間が、単線のため9分間隔で、他の区間が4分半間隔。夕方のラッシュ時は8分間隔で運転しており、日中でも10分間隔で運転と、郊外路線ながら本数が多い。日中に関しては一部を除き接続する。 東京直通路線よりも本数が多いほどである。これは、駅間距離の短さも手伝って、日中の生活需要も大きいためである。一方、長い区間を乗車する旅客が少ないことなどから、休行運転を行う予定はない。車両については、新京成電鉄を参照のこと。全通した1955年に実施したものの、同年中に取りやめて、 以来長らく実施してこなかった京成千葉線への直通運転を2006年12月10日再開した。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震発生後しばらく休止されていたが、同年6月27日再開されている。2021年2月現在、乗り入れは8000系、8900系及び8万。 京以外の新京成電鉄の車両により行われていて、すべて6両編成で運行されている。運行区間は全列車とも松戸駅京成津田沼駅千葉中央駅間で新京成線や京成千葉線の途中駅止まりの列車は運行されていない。将来は京成車による相互乗り入れや運行時間の拡大、京成千原線への乗り入れ区間拡大も検討している。 直通運転はラッシュ時には行っていない。2012年10月21日改正のダイヤでは、松戸駅発車時刻で平日は午前8時42分から午後3時40分まで、土曜、休日は午前6時20分から午後4時40分まで運転している。なおこの時間帯は一部を除いて、京成津田沼駅始発、 終着の新京成線の列車が同駅の6番線から発着するところ、同駅始発、終着の京成千葉線の千葉中央、千原台方面の列車の多くは、同一ホーム上の5番線から発着し、乗り換えの便宜を図っている。他方、直通運転が行われていない、時間帯は5.6番線とも、新京成線の列車の発着に使用されることが多く、 京成千葉線の列車は2番線に到着し、3.4番線から発車する。使用される方向幕は全車 A 字入りとなっており、新京成線内では行き先のみ、京成千葉線内では普通表示のついた行き先表示となる。表示変更は京成津田沼駅での停車中に行われる。乗り入れ再開時には、沿線から千葉方面への乗客誘致をアピールするため、 乗り入れ対応編成の一部に、千葉をあしらったステッカーを車体に貼り付けするとともに、車内ドア上部には、松戸通千葉6.1210というキャッチフレーズも添えられた。松戸駅本路線大半の区間は、旧日本陸軍鉄道連隊が、演習用に付設した起動時期であり、第二次世界大戦後の京成電鉄への払い下げを、経て、民間利用されているものである。 第二次世界大戦での日本の降伏後、鉄道連隊は解散した。鉄道連隊演習戦のレールは西武鉄道に払い下げられたが、起動時期はそのまま残されていたことから、西武鉄道と京成電鉄は早くからこれに着目していた。鉄道連隊の旧軍人を入社させた両者は、連合国軍最高司令官総司令部に、鉄道敷設のための使用許可を働きかけた。 最終的に陳情合戦は営業基盤を千葉県内に持つ京成電鉄が制し、1946年3月に起動時期仕様が認可された。この背景には、京成電鉄に入社した旧鉄道連隊の椎名サブロー陸軍隊員とその元上官だった鎌田千一陸軍少将の存在が大きかったと言われている。鎌田少将は太平洋戦争以前に、 アメリカの陸軍士官学校に留学経験があり、その際に上級生にダグラス・マッカーサー元帥がいたことから戦後は GHQ の主席接待委員となり、いわゆる鎌田機関を組織、鎌田を通さなければ、マッカーサーには会えないと言われるほどの影響力を持っていたという、京成電鉄は同年10月に子会社として新京成電鉄を設立した。 1947年1月に開始された工事は新たな資材の入手が困難であったため県外に足を伸ばして規格の異なる古資材をかき集めて行われた。開業直前に GHQ が旧軍用船の復活を懸念し一時は開業が危ぶまれたが新京成電鉄幹部の説得により予定通り1947年12月27日に 新津田沼駅薬園台駅間を期間1 6 7 m m で開業している。演習船は規定の線路延長を確保することと、様々な状況での路線不設演習のために、急曲線が多数開在する屈曲線形で、旅客船開業時に可能な限り直線化を図るも、現在なお良好な線形でない。 移動距離に比して道程が長く、津田沼駅松戸駅間は直線距離約 16km に対し道程 26.5km である。円周線期間は 600mm と極端に、狭愛だったが、京成電鉄払い下げ時 2067mm へ改めきされる。当時の地方鉄道法では、地方鉄道の期間1 0 6 7 m 都市特別の場合に、 在り手配1.435メートルまた、破0.762メートルと試すことを独とあり、基間百3 7 2ミリメートルでの建設が認められなかったため、親会社の京成電鉄準拠の基間百3 7 2ミリメートルは許可されず、全六6 7ミリメートルに設定している。払い下げ以後新津田沼川から延伸し、建設資金不足から一時期は、 上磐線松戸駅までの全通を諦めて、初富駅松戸駅間にバスを運行するも、三菱電機の支援で、不設工事を再開して、松戸駅まで全通する。なお、松戸駅大上本郷駅間は、旧軍用線ではなく、全くの新線であるため、大地を切り崩す工事が行われた。切り崩しで生じた残土を利用して、平方土地整理事業がなされた。開業当初、 開発が進んでいない、沿線付近は雨や霜どけでぬかるむ道路を駅まで歩き川靴やハイヒールへ履き替える乗客が多く、松戸駅延伸開業時は各駅に下駄箱設置も見られた。全通は地域の人々から温かく迎えられ、数々の恩恵を受け、近所の農家から石飯や餅、夕飯のおかず等の差し入れがたびたびあったという。古くは松戸神殿駅や、 実り台駅などの5駅が小さな駅舎で一人勤務のワンマンボックス駅だった。1953年10月、全線の期間を 1372mm へ、1959年8月 2435mm へ、改めきする。親会社の京成電鉄よりも早期の改めきで、京成電鉄の改めき予行演習も意図したと推察されている。 従前に、松戸柴又館、河野大館も免許取得して、松戸市内で、路線用地を買収するも、千葉大学園芸学部や柴又駅周辺の反対や、常磐線の複々線か、北総線が計画された影響もあり、計画が頓挫して、未成線のまま1971年頃に免許、失効している。買収した、路線予定地の内科省、三津屋小田駅は、 リブレ形成密やお台店と松戸、神京成バスを理解しばえ、その他の多くが住宅地へ転用されている。河野台駅までの延伸計画は、流山電鉄の市川駅延伸免許取得による周辺地域での路線バス運行など営業機会損失を阻止する意図もあった。急激な乗客像による伏線化が行われた。 演習線起動時期の大半は、伏線分あったので工事は、比較的容易に進められ、1975年2月に、新津田沼駅、京成津田沼駅間を除く全線が、伏線化された。新津田沼駅は、現位置へ至るまで、駅舎位置や路線が変遷しており、以前の同駅と京成津田沼駅への二路線に分かれていたものを、現在は急カーブで一線にまとめている。詳細は、 新津田沼駅を参照。新津田沼駅京成津田沼駅間の4モール、津田沼所在地は1982年頃まで、京成電鉄第2工場が存在し、京成線改め期間中に、京成電鉄所属校内側線の引き込み、線扱いとして先業回帰された新京成線 1435mm と京成線 1372mm の機関を移設して、 レール4本を付設している。京成電鉄第2工場の出入り構えは主に深夜に行われた。京成電鉄の車両工場が総合参道へ移転後、1987年に新京成電鉄へ譲渡され、0キロポストは現在も新津田沼駅に設置されている。優等列車は現在設定されていないが、かつて同線内各駅停車で京成千葉線方面に急行。 九十九里号を運行し、赤電なども使用した京成上野駅始発の同名列車も運行していた。松戸駅を出発すると右側に大きくカーブをし、下宇佐大地を登る緩やかな勾配に差し掛かる。国道六号を越え、勾配を登り終えると新京成鉄道模型館があった上、本郷駅へと到着する。松戸駅大乗本郷駅間は新たに建設された区間であり、 霧通市の残土は、松戸駅の向こう側である平方の土地整理に利用された。元々の鉄道連帯演習線跡とは上、本郷駅手前で合流する。次の松戸新殿駅と、実り台駅は、駅間距離が短く、しばらく住宅地の中を走る。武蔵野線との乗り換え駅である、矢柱駅を過ぎると、左手に21世紀の森と、広場や森のホール21を見ながら、 右にカーブし、時和平駅へと至る。この周辺は新京成線の開通後に、時和平団地として、ベッドタウン化した町である。次の五光駅を過ぎると、カーブが連続する線形が続き、並走する千葉県道57号千葉鎌ヶ谷、松戸線とはこの先踏切で4回も交差をすることになる。元山駅を出ると自衛隊松戸駐屯地の中を走り、 神京成電鉄本社のある、くぬぎ山駅へと至る。沿線は、離園が多く、シーズンになると観光農園として賑わっている。線路は東に進路を変え、くぬぎ山車両基地を右手に見ながら、北総線、成田スカイアクセス線の高架をくぐった後高架線と、成北初富駅へ至る。この先、新鎌ヶ谷駅までは、北総線、成田スカイアクセス線と並走して走る。 新鎌ヶ谷駅を出ると南へ大きく、進路を変え、初富駅へと至る。この区間は新鎌ヶ谷の町の開発に合わせ、連続立体交差化が行われた。次の鎌ヶ谷大仏駅は、船橋新京成バスの車庫に隣接しており、駅の近くには、駅名の由来にもなった鎌ヶ谷大仏がある。しばらく直線区間が続くが、二輪向かい大駅を過ぎると、再びカーブの多い線形となる。 三崎駅から滝不動駅にかけては沿線に畑や果樹園などの田園風景が広がるが、次の高根高団駅を過ぎると、再び住宅地の中を走る。高根木戸駅にかけての周辺には、日本住宅高団により開発された高根台団地が広がり、高根高団駅の駅名の由来にもなっている。やがて線路は、東洋高速鉄道線との乗り換え駅で歩きた。 奈良市の駅へと到着する。周辺には奈良市の大団地が広がり、また学校が多く朝夕は学生で賑わっている。北奈良市の駅を過ぎると右にカーブし、すぐに奈良市の駅へと到着する。奈良市のと称するものの、駅は奈良市の市ではなく、船橋市に位置している。次の薬園台駅付近は直線区間が続くが、前原駅を過ぎると、 国道296号と交差し、線路は4モール津田沼を左に見ながら大きくカーブして、新津田沼駅へと至る。周辺は繁華街となっているが、JR の津田沼駅とは400メートルほど離れており、徒歩連絡となる。これから先は、単線区間となり、大きく逆 S 字カーブを描きながら、京成本線と合流し、終点、京成津田沼駅へと到着する。 現用車両過去の車両神経性は、京成千葉線に乗り入れているが、型乗り入れであるため他社から乗り入れてくる車両は存在しない。過去の乗り入れ車両2005年度の旅客輸送人キロは72200万人キロとなっている。年度別輸送実績神経性線の近年の輸送実績を下表に記す。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。 表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。年度別収入実績神経性線の近年の収入実績を過表に記す。表中、収入の単位は千円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で、最低値を青色で表記している。 広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。